気、水、火、風。悠久の代より精霊の力を封じた4つの霊晶石と、その霊晶石によって栄えし王国、コパオ。だが、永遠に続くかと思われた千年の栄華は、突如としてコパオ王国を襲った魔人ガルダ・イグザーターの脅威によって、もろくも崩れ去った。世界を手中に収めんとするガルダ・イグザーターと、その配下の御坊主を率いる魔獣軍は、たちまちのうちにコパオを席巻し、王国の民を震撼させた。四つの霊晶石のうち、地、水、そして火の三つは、ガルダ・イグザーターの手に落ち、世界の精霊力は著しく乱れ、王国の陥落も、もはや時間の問題と思われた。最後に残った風の霊晶石を守るため、コパオ王国の誇る風同士、ファグス・フーは、その持てる風の魔力の全てを使い、地平の向こうより迫り来る魔獣軍をかろうじて退けた。だが、その身にも深い傷を負い、ガルダ・イグザーターを追撃することはできなかった。今再び魔獣軍の侵略を許せば、コパオ王国の滅亡は必至と言えた。あったわ。どこ行くんだよ。パディス先生が怪我して大変な時なんだぞ。お見舞いよ先生の。疾風の杖を持ってかい。レスター、分かってるんならそこどいてよ。先生が倒れた今、誰があの化け物退治すんのよ。だからって何も君一人が。それにその杖は僕たちが一人前の風同士になった証にもらえるものだよ。黙って持って行っちゃパディス先生きっと怒るし。あー本当にうざったいわね。私があの化け物を。ガルダ・イグザーター。そう、そいつをやっつければみんな私を一人前って認めてくれるわ。そうなったらこの疾風の杖はもちろん、富も名誉もいい男もよりどりみどりつかみどりよ。黙って杖を持っていくことぐらい先生もきっと許してくれるわよ。だからそんなこと君一人でするなんて危険すぎるよ。ほらほらレスター、あんた私の考えを変えようったって無駄よ。私はこうと決めたら絶対に変えないんですからね。わかってるよ。だから君一人で行くのは危険だと言ってるんだよ。レスターもついてきてくれるって言うの？いいわよ。でも足手まといにはならないでね。ありがとうアニス。でも魔法学校での成績は僕の方が上だから足手まといにはならないと思うよ。うるさいわね。いいこと？絶対あんたがピンチの時にも助けてあげないから。さあとりあえず魔獣たちが住み着いた森で手がかりをつかむのよ。レスター、遅れないでね。アニス、森はあっち。わかってるわよ。